アジアサッカー連盟 AFC は11月23日、来春にカタールで開催されるパリゴリン予選も兼ねた U23 アジアカップ2024年4月15日から5月3日の抽選会を実施。日本は韓国、UAE、中国と同組になった中、中国メディアは、死の組、パリゴリン行きは難しいと伝えた。 今大会はパリ五輪24年7月26日から8月11日の出場がかかっている中、16チームが4チームずつ4組に分かれ、グループリーグは総当たり戦。各グループ上位2位までが決勝トーナメントに駒を進め、大会上位3チームにいればパリ五輪の出場権を獲得し、4位はアフリカ地域代表チームとの大陸間プレイオフへ進出する。 日本、韓国、UAE と同組になった中国のメディア、送風は、シノパリ五輪行きは難しい。U23 アジアカップ組み合わせ抽選、中国は日韓と同組、と報道。注目を集めていた中国五輪チームは、日本、韓国、UAE と同組となる、シノのグループ B に入った、と抽選の結果に触れた。 また、グループ突破の可能性が低いと見ており、抽選の結果が出て、ファンの心は冷めたはずだ。日本や韓国の競合チームと同じグループにいるため、それが何を意味するのかは誰もが理解している。もちろん、どんなにプレッシャーがあっても選手たちはベストの結果を目指して全力で努力しなければならない、と、早くも諦めムードを漂わせていた。